こんにちは。npo 法人日本礼儀協会の理事長辻洋子です。いつも応援ありがとうございます。嬉しいです。今回のテーマは。波動を高める。そしてハイヤーセルフとつながる。それと引き寄せの関係について話してみたいと思う。私なりの意見なので、あなたと意見が違ってても全然オッケーですよ。あ、なるほど。辻さんはそういうふうに考えてんだね。ぐらいで気楽に聞いてください。 あなたの人生の体験の方があなたにとっては真実ですからね。はい、えー、っと私の体験や霊気二十何年間やってきた中で感じていること、うん、まあ確信を持った部分を話していきます。まずね、えー、霊気のアチューメントを受けると何が起こるのか。 いわゆる霊気とつながりやすくなるんですけども霊気とつながりやすくなるって聞いてもね意味がわからんよね最初の頃も私も全然わからんかった1年ぐらいわからんかったあのねえっとじゃあ宇宙とつながる余計わからんわっていう感じですけどね自分のうまくつながれた時ですよまあだんだん二十何年もやってるともう瞬時につながれますが自分の 体がこっからここまでっていうこの境界線をいつも普段私たちは感じながら生きてるはずです自分でこの辺は自分じゃない空間そして人がいたら別の人がいるあるいは物が置いてあるっていうようなね、うん、個別に捉えてるはずですそういう風に捉えないともう脳がなんかわけわからんようになりますがこれがね繋がれた時ってねなんかね 自分の境界がないんですよブワーンってなんか自分が大きく広がってうんどう言ったらいいんだろうな粉か水かなんか分からんけどブワーンって広がって全部がくっついてごちゃ混ぜっていうかね まあ境界線がなくなくるような感じかなな私はそんな感覚ですこれがつながれてる状態っていう感じなんですけどもあの最初からそんなね「あの今つながれた」とかはっきり確認取れないと思いますから最初はねつながれたかどうかっていう確認の方法とかはうちの場合は霊気のアチュメント講座の初級。 来てくださったり、まあ、練習会でも毎回つながることをやって講師の人があのこういう感覚がありますよみたいなことを説明してます。で最初はもうその感覚だけでいいしうまくつながれたかどうかなんかあんまり気にしなくて大丈夫なんですけど、まあ、だん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 つながれるようになってくるそして、えーまあ、この辺にね冷気エネルギーって充満してるんですけども冷、まあ、気エネルギーっていうのは自然界の最も調和がとれた生命力のエネルギーですけれども。で こ,れとこう何て言うかな一体化していくのが上手になっていくと結果的に自分のマインドはえいわゆる通常日常生活を送っているこのマインド自分っていうこの自我のマインドじゃなくてこれまた説明難しいけどこのあれやらなきゃこれやらなきゃっていうふうにいろいろ思考している自分を眺めているもう一人の意識を 分かるようにな何て,ていうかな自分が一人なんだけど二人いるようなで「ああ忙しくしてるな」とか「ああ今イラついてるな」とか「今めっちゃ心配してるやん」とかわ「今強く機嫌さんだね」って気付いてる自分って誰よみたいなねうんもう一人の自分がちょっと引いたところから今の自分をキャッチしている。これを 難しい言葉で「俯瞰状態」っていうんですけど鳥のような意識の視点から視座から自分をちょっと客観的に眺めてるような状態このモードに、ね、なりやすいんですこのつながった状態の時ねだから自分の状態に気付きやすくなるんですけどこの状態に入るとねエゴ私だけうまくいきたいとか優位に立ちたい 特別でありたい、みんなに褒めてもらいたい怒られたくない叱られたらどうしよう嫌なことやりたくない我慢するのも嫌だあれも嫌だこれも嫌だあの人は苦手だああみたいなこのエゴ損得、うん、感情とかちょっと意地悪なこと思いついちゃったぞとかむしゃくしゃしてるから誰かに当たりたいとかこのエゴをね眺められるんですよだからエゴから離れられるんです。これをエゴの手放しとか、 エゴを横へ置くっていう表現で私は言ってますけどこれがやりやすくなるのねそうするとねめっちゃ楽なんですよあんまりネガティブなことを考えられないネガティブな感情から解放されるそんな感じになるんですこれがね割とね自分でね自在にコントロール効いてくるんですねあの言っときますが偉そうに言ってるけど私もあの イイライラがどううしよよももない日とかもちろんあるのよただ意識して呼吸を整え冷気とつながることでそんな自分を眺めることができた時にそこから離れるのが簡単になるっていうことです。なのでまあ20分あればもう相当イライラしてる日でも離れることができるようになる。 繰り返し言っときます。私あの20年やってますからね。最初からいきなりアチュメント講座食休きた翌日それができるって期待はしないでください。でも2ヶ月あれば相当変わるし、半年後にはだいぶ違う。そしてそこから先もどん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 時間短縮できるようになってくるので、昔の私っていうのはもう腹が立ってね一晩寝付けない日とか結構あったのよ。悔しいとかね。 自自分が情けなくてその,のもあのやめようって思ったら20分ぐらいで今だったら強烈なやつで、ね、20分ぐらいまあ簡単なやつだったらまあ12分ぐらいでそこから離れられる本来の自分これ自分軸って言いますけど本来のいい状態の自分を取り戻せるこの時間めっちゃ早くなるそうするとねご機嫌で過ごせる時間が長くなるってことよね。この状態が えー、ハイヤーセルフとつながっている状態ハイイヤーマインドの状態って言いますこのハイヤーマインドっていうのは愛調和癒し喜び静けさリラックスこんな言葉ですね言葉で言うならこんな感じそして一体感、うん、全てのものとの調和と一体感を感じられます。すごくくくうまくいくと 明強止水って言ってね湖が風が無風で鏡のように全然波打ってないこんなような心の状態になれるこの状態に自分を整えた時に実はここからまあこれがエネルギーが最高に高い高めた状態ってことですけど。 ああななったらいいなこうなったらいいなっていうことをイメージするとそれが「え嘘みたいにびっくりするみたいにかなっちゃったよ」っていうことが起きるんですね。でこれね私正直霊気やってすごい増えたんですよ。 もうね、いちいちね「わあ引き寄せちゃった」とか「すごい」とか「シンクロだ」とかねもういちいち驚かないぐらいね一日にものすごい数起こる。で場合によっちゃはその虫の知らせで明日起こることが予見できたりもするようになってなんか自慢みたいですけどこれあの私だけじゃなくてもう上級ぐらいまでうちの講座を受けてくださった人みんなが 言い出してるから辻さん最初聞いた時そんなん辻さんだけやろう辻さんは特別な人なんや私には関係ない話私の人生にはそんな怒起こらないって思ってたけど「ちゃいました!」ってねみんな言ってきてくれるからねあの誰にでも起こることであなたの話でもあるのであの私の単なる自慢話じゃないので聞いてください。例えばねねこんな感じですもう霊気始めてて年は過ぎてたけどあある時、ね、あの 仕事してたんですね。普段私はね会社の経営をやってるんであのパソコン業務とかなんか書類見てこう数字の計算とかやってるんですけどあんまり広くないデスクでねこう資料いっぱい並べてやっててもう,もうデスクが狭いわーって思ってたのね。でまあ冷気つながりながらふーってなってちょっと休憩中にね「あおっきいデスクがあったらいいな」 どれぐらいのデスクのサイズかなって思った時にふっと思い浮かべたのが知り合いの人の遊びに行った先のお家。それは高級住宅街にあるお屋敷だったんですけどもあのドラマに出てくるなんかね貴族の人のようなね食卓すごいゴージャスなガラスのテーブルでねでなんか真ん中になんかフルーツのこんななんか。 台みたいながあっててこう盛られてるみたいなねお花も生きてあるみたいなそこのお家のダイニングテーブルが思い浮かんでそうそうそうあれぐらいの広さがあったらすごい快適に仕事ができるんだよないいよなってまあ休憩中に冷気とつながってちょっと呼吸法なんかやった後に思ってたの。そしたらね翌日そのお屋敷の人から電話がかかってきたんですよ。で 陽子さん「近々会えませんか?」っていう電話だったのねで「えああいいですよ」ってで1週間後ぐらいにその人と会いましたそしたらねなんとその人鍵を私に手渡してくれたんです。で「え何ですかこれ?」って言ったら「私あそこのお屋敷を引き払って、えー、しばらく海外に住みます」 何年も戻ってこないですなのであそこのお家の鍵あなたに預けますどうぞ自由に使ってください住んでもいいですよって言われたんですよ他にもありますこれ割と最近の話だけど知り合いの人がねセミナーや講演をやっていて私もよくセミナーや講演をビジネスセミナーとかさせていただいてるんですけどねあのその人はあの。 ビジネスじゃないんだけれども学習系のことをやってる人なんですけども、えー、僕の夢は長年の夢は東大でで自分のセミナーをやることでしたそれがとうとう東大でセミナーやれることに決まったんですよってその人がうれしそうに報告してくれてそれ聞きながら私ちょうどすごくいい状態だったんだけども「わいいなあ東大か」。 かっこいいな私も無理かもしれんけど死ぬまでに80歳でも90歳でもいいから東大でセミナーとかやれたらすごいよななんていいですねって言いながら思ったのよ。そしたらその1ヶ月後全然違う知り合いの人が「陽子さん会いたいです」って言って会いに大阪まで来てくださったんです。そそしてその人がが言った話が ハーバード大学でセミナーをやりませんかっていう話でした。まあ、こんな感じでね。来るんですよ。もう本当にあの引き寄せ自慢をし始めたら。あのでっかい引き寄せ山のようにあります。例えば、大好きな映画を撮ってる映画監督がいてね。あの人と会いたいなって思ってたんですよ。そしたら、一週間後ぐらいにある友達が。あの、洋子ちゃん。あの監督好きって言ってたよね。あの映画。 今ちょうどたまたま業務の打ち合わせでねってその監督と偶然たまたまだけどまあ梅田のちょっといいホテルのティーラウンジいるんよって来るっていう電話がかかってきてえ「え行っていいの行く行く行く」って言ってね30分ぐらいでねダッシュでで駆けつけつたんですね。だけど私全然部外者じゃないですか。いいいだし、しし。そこにいてもね邪魔しちゃいけないし だからまあ打ち合わせの場所のちょっと端っこの方に「あどうも」って言ってまあ挨拶することもあんまりないまま隅の方に座らせてもらっててねでまあ打ち合わせがそのまま続行されていてで30分ぐらいで終わったんだけれども「お疲れ様でした」みたいな感じででまあ挨拶したいなと思ったけども,もうその人たちもバタバタ忙しそうだったんでもう結局あんまりちゃんと挨拶できないままあのそのままなんか近くでいられたけど まあ会話はできなかったんです、ね、でああでもなんか思いがけず友達の電話で間近でお会いできたからいいやって思ってそれで大阪の梅田っていうところでね繁華街に一人で歩いてたんですね。そしたらね遠くの方からね「陽子さん」っていう声をするんですよ。で,であれ?「私かな陽子って私かな?」。振り返ったらねねそのさっきの、ね 映画監督の人が、ね、走ってくるんですよほんでこうダッシュで追いついてでこう息切らしながら「あ,あよかった陽子さん追いつきました」って「さっき気になってたけど挨拶もちゃんとできなくて連絡先の交換もできなかったから」って「またお会いしたいんで連絡先の交換してもらえますか?」ってこう当時はまだスマホがない時代で携帯電話出されたんですよねで。結局お知り合いになれたんです まこんなことがあったり、もう本当にね言い出したらキリがない。たくさんの引き寄せがあって、まあ、結局何が言いたいかっていうとね、私の人生こんなはずじゃなかったっていう引き寄せがいっぱい起こった先に今の人生があってね。で、すごい想定してたよりも面白い人生になってるんですよ。そしてそれはね自分の想定を超えてきている。 だからうわーなんか嫌なこともいっぱいあったし辛いこともいっぱい幼少期とかあったんですけど生きててよかった本当によかったってね今思えてるしもちろん毎日生きてたらアンラッキーなことや、うん、なんか試練だなって思うこととかそれ起こりますよ腹立つことも起こりますよほんでうわーってなってる時もありますがあのその時にも霊気の呼吸法で自分を戻しで励気とつながり宇宙とつながりハイアーセルフの自分になり俯瞰した状態で 本来の自分を見て、そしてその時にもっとこうだったらいいなああだったらいいなこの時にねあんまりねエゴをねもうナチュラルに横に置,置けてる状態なのでもっとこうなったら人が喜ぶだろうな受講生さんが喜ぶだろうなもっと多くの人がこんな風にしたら笑顔になるだろうなみたいなことを発想するようになるんですよ。そうするとと、ね、引き寄せがバンバンン こんな感じです。これはまあ私の体験ですけれども参考になったらいいなと思ってお話ししました。であのこれは特別な人だけに起こる話じゃない繰り返し言っときますがこれはあなたの人生の話です。なのでいいなってもし思ってくださった人がいたら是非楽しみにしといてください。そそそして、陽子さん、そんなの私の私人生もそうですよっていう人はねもっともっとなりますから一緒に人生を楽しんでいきたいし今度はあなたの話も是非聞かせてほしいなって思います。 以上です。聞いてくださってありがとうございました。またです。今日の内容いかがでしたかよかったらね、あのいいねを押していただいたりとか、チャンネル登録していただけるととってもとっても嬉しい。それからね、霊気はやっぱりね、体験体感しないと、上達しないですし面白くないです。なので、すでに霊気を学んでいらっしゃる方は、 うちの練習会来てください。どこのスクールの方ももうごっちゃ混ぜで一緒にワイワイやってますから大丈夫です。大歓迎です。それからね、霊気に興味がある人はね、騙されたと思ってアチュメント講座初級来てみてください。全国各地でやってます。最後に、うん、それも迷うなっていう人はね、あのラインアット登録してください。ライン登録よろしくお願いします。えタイトルのところをねタップすると。 いろんな詳細今お伝えしたようなこと詳細出てきますぜひ見てくださいよろしくお願いしますまたです